はい、皆さんこんにちは、リーダーライダー63です。今日は、なんですかね、天気予報では、ね、どこで朝から雷雲が発生してもおかしくない、どこで大雨になってもおかしくないっていうのは天気予報の中を出てきました。暗く、ね、大きな雲が来たらすぐ頑丈な建物に逃げてくださいなんていうような、予報付きの天気予報です、ね、最近はねゲリラ雷雨がねすごいですよね。降り出したらね平気で1時間に50ミリ100ミリとか降ってしまってね、まあ、そんな状況だとおそらくねバイクなんか乗ってるなんていう状況じゃないと思いますので、もう本当にご近所をね今ね、ひた走ってるという感じですね。ちょっと張り目が見えてきたんで、少しでも走れるかなと思って出てきました。やっぱりねまだね日が出るとね暑いのは暑いんですけど、まあ、だいぶねでも陽気的にはね、朝夕ちょっと気温もね落ち着いてきてちょっと秋っぽくなってきたなっていう感じしてますけどね。もうちょっとかな、やっぱり9月の子行かないとねダメですかね。秋になったらねいよいよねバイクのね本格シーズンだなっていう、ちょっと待ち遠しいですね。おかげさまでねこの RS のボクサーエンジンもね進化してね、あの排熱がですねほとんどない、感じない、まあ、そんないい状況で今バイク乗ってます。まあ、これほどボクサーエンジンのね排熱が今ね上がってこないんだなっていうのね実感して感じてますね。夏になってね本当にボクサーエンジンにしてよかったなというふうに思ってます。まあ、昔のねボクサーエンジンはコメントなんかでもいただいてますけど結構排熱が大変だったというような話も聞いてますけど、だいぶそれからね進化を重ねて良くなってきたんでしょうね。素晴らしいなっていう感じしてますね。えこの間あの白バイのね VFR800 と CB1300P のね、まあ、乗った見た感じをお話をさせてもらいましたけど、ね、CB の1300もねそろそろ生産がね確か終わるのかなと、時期のね白バイがねどんなものになるのかね、まあ、楽しみでもありますけどね、楽しみではあるんですけど、まあ、大体ねあのねリッター超えのバイクとかねその辺のバイクって国産のメーカーだと大体ねあの絞られてきちゃうね、うん、まさかあの SS を白バイにするわけにもいかないだろうし、どうなのかなっていう感じですね。で かっこいいっていうかね、ああなるほどなと、白バイ仕様にするってもうなかなかいいじゃないのっていうね、そういうバイクを選んでほしいなと思いますね。まああのまあ期間がどのぐらい残されてるのかちょっと分かりませんが、例えばホンダね鈴木川崎ヤマハって日本の4大メーカーありますよね。4大メーカーがね手を組んで日本の白バイ専用のバイクをね開発してもいいんじゃないかなって私はもう思いますけどね。今の時代ねホンダだ鈴木だヤマハだ川崎だ、うちのバイクは白バイで使っていいでしょみたいなじゃなくて、もうそろそろ、ね、海外メーカーと対抗するために日本のねいいところを4メーカーが出し合って、日本の白バイはうちの4メーカーがこうやって作ったいいものですよ と世界に、ね、言えるようなね白バイをね作ってもらったらいいなと思うんですよ。ね、各メーカーの皆さん、もし私のこのブログを見てる方がいたらそういう方向でちょっとね考えてみてもいいんじゃないかなと思いますんで、
よろしくお願いします。それからね、白バイ採用っていうか白バイ作った後にそのバイクをね一般の方々に市販していただければなおいいのかなとね思いますね。もう今ね風を切ってね気持ちよく走ってますけど、やっぱり風はね、生あったかいですね。おー、分厚い雲がだいぶこっちの方せり出してきてますね。まあそんな長い時間今日はね走れないね、残念ですけど、少しでもね30分でも1時間でもバイクにまたがって走れれば、まあそれだけでも十分ですよね。すごいね、半袖 T シャツですよ。私は乗れないな、 T シャツとかではね、肌を露出して乗るってちょっと考えたこともないですね。これ島畑行き鯖田線ですね。なんかとっても走りやすい道です。峠道で、まあ、どんなカーブが連続して続いてもですね、ゆっくり走ればね行けますよ。走れない道じゃないと思いますよ。例えば初心者の人でもね、慌てずゆっくり走っていけば別に問題ないんじゃないですかねと思いますけどね、私は。T シャツの人多いね、バイクでね。うん、こういうカーブだってね、ゆっくり行けば全然なんてことないんですよ。で、速度を上げなければバイクだってこれ寝かさなくたっていいんだから、そんなにね。ですから全然心配ないと思いますよ、初心者の人だってこのぐらいの峠はね。いいですよ、後ろから速いバイクが来てね、バンバン追い抜かれてもいいんですよ、ね、ゆっくりと自分のペースを保って。なかなかほらカーブ中に左寄ってね、後ろから来るバイクとか速い車に追い越してもらうなんてね、まあ一切そんなカーブ中なんか特にやる必要ないと思いますよ、うん、追い上げてくるそういうね、スピード出してくるバイクとか車っていうのは勝手にね追い越していきますよ、ほっといても、うん、で初心者があえてね気使ってね無理してね左の方にねカーブとかで寄って、それこそ危ないですよ。路肩なんかほらいろんなもんが落ちたりなんかしてて滑りやすくなってるんで、慌てないでねマイペースでゆっくりと行けばいいんです。そうすれば峠道なんて全然怖いことはないと思いますよ。バイクはやっぱりこうやってゆっくり走って楽しまなきゃダメですよね。ゆっくり走る美学っていうのかな、バイクは。それがいいんですよ。そばどころはとみさん、今日ここでお昼を食べたいと思います。はい、はとみさんのお店の中です。何ですかね、いい感じです。久々来ました。鳩水さんの盛りそばと、これが有名なカツ丼です。
それでは早速いただきます。まずは味噌汁からですね。美味しいです。それでは有名なカツ丼いきます。本当美味しいですよ。味がねちょっと濃くてね、これ登山口の入り口になりますので、登山をする人とかね、まあ下山してきた人はここによってですね、カツ丼を食べて元気づけていくっていうのは有名です。本来であれば、まあ、2人で盛りそばをそれぞれ頼んで、カツ丼を2人で1つにして、この1つのカツ丼を2人で分けて食べるっていうのが、まあ、正しい食べ方というかね、量的にもちょうどいいかなっていう感じなんですけども、ついつい1人で2つ行ってしまいました。本当量的にはですね、結構ボリューミーなんですけど、本当に味がいい味なんで、箸が止まらない状態ですね。本当ペロッと食べられちゃう、そういう感じです。ここでようやくですね、手打ちそばの盛りそばいきます。これがまたね、本当にうまいですね。そばとして最高です。ぜひ一度皆さんに食べていただきたいというふうに思います。黙ってね、ただひたすら黙って食べてますけど、もう本当に言葉が出ないぐらい美味しいという表現がぴったり合うと思います。はとみさん、ごちそうさまでした。美味しかったです。カツ丼、盛りそば、久しぶりに食べました。最高でした。でも本当はこの奥多摩っていう地域はの、ね、バイクを趣味にしている人にとってはね、最高の場所ですよね。景色は当然いいしね、空気も全然違いますよ。都心と比べたら本当に。自然豊かだしね。本当に子供さんをね育てるには本当にいいとこかなっていう感じしますよね。私もそもそもが例えば道路が渋滞しているところを走ったりとかですね、嫌なんですよね。人混みとかね大嫌いなんで。だからこういうところに好んで住んでるのかなっていう、自分でもそう今感じます。今ね、夏まもなくね、秋になってね、紅葉のシーズンなんか来たら、またまあそれはそれですごいですよね。もう四季折々のね、風景がこう拝めてね、と最高ですよ。ぜひ近江奥多摩に住んでみてはいかがでしょうか。近江市長みたいなと言っちゃいましたけど、いや本当にいいとこですよ。先般ね、私の趣味の話をした時に、まあ、ギターのね話をしたら、結構それに関してコメントいただいて、結構かぶる方多い、やっぱり時代なんですね。大勢いましたね。当時はね、いろいろと、はい、ね、いいバンドもいっぱいいたし、いい曲もいっぱい出てましたよね。まし、画期的だったのは、最初こうなんだろうな、この曲すごいなと思ったのはホテルカリフォルニアですね。イーグルスのね、あれはしね、高校3年の時だったと思うんですけど出ましたよね。もう今か何十年前にあの曲が出たんですよ。すごくないですかね。もう半世紀ぐらい経ってますよ。半世紀近く、す
すごいと思いますよね。まあそういった曲がね当時いっぱい本当ありましたよ。だからギターも弾きたくなるしバンドも組みたくなっちゃいますよね、青春でもバイクが一番好きです。途中からですね GoPro の音声も画像もですね撮れてないという状況になりました。ここからはインスタ360の映像で最後を締めさせていただきたいと思います。お昼はですね久々にハトミさんでいただきました。本当美味しいモリそばとカツ丼良かったです。皆さんもですねハトの巣の近く行ったらどうぞハトミ食堂寄ってください。美味しいですよ。まだまだ暑い日が続きますので皆さんお体をご自愛していただいてバイクを楽しんでください。本日もご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。それでは皆様方ご安全に。